どうも、ヒロです。フォレストキャリア続きやっていきます。で、今回はハダースフィールド戦やっていきます。で、今、チームは開幕から7連勝中で、非常に調子が良くてですね、目指すのは10連勝ということで、今回のハダースフィールド戦も、まあ相手21位なので、よっぽどのことがなければ、勝てるんじゃないかなと思うんですけども、まあ隙を見せたらね、失点して負ける可能性も十分にあるので、その辺を気をつけながら、まあ、いつも通りのサッカーして、勝ちたいと思います。で、ハダースフィールド戦のスタメンなんですけども、トップリン、スターリッチ、ウォルコット、メイバルト、フィールド、で、チョリッチ、オズボン、オボマデミル、クック、ロドウェル、ムンバ、で、アルバロですね。で、ベンチがメイシー、ソー、スラッティ、ビドストルップ、シキーノ、パート、ハリス、サーリッチのメンバーでやっていきます。まあ、ディフェンスラインがちょっと控え中心になっちゃってるんですけどね。まあ、その辺は、まあ、プラス3とか4とかになってるので、能力ちょっと上がってるので、まあ大丈夫かなと。まあ、連携面の方が心配になってますけど、まあね、経験積ますために、頑張ってもらいたいと思いますので。で、これはボールを、変えないとダメかな。これかな。よし。ユニフォームも大丈夫ですね。じゃあ、試合の方ね、やっていきます。Hello everyone, great to be with you. We're here at Kirkley Stadium in Huddersfield. I'm Derek Ray, and my commentary partner, as always, is Stuart Robson. And the focus is very much on live action from the Championship. It's Huddersfield Town versus Nottingham Forest. Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches. やっぱこういうスタジアムいいな。What more could you ask for?いやーいいよねー。あー、3点しか取れてないんやな。それは21位ぐらいやな。厳しいね、なかなかね。果たしてうちのチームから点取れるんでしょうかね。ホック欲しいけど能力低いんだな。ホック見た目がいいんよな。あとちょっとホックの適性見てみようかな。今のポジションが多分アンカーなんですよね。うん、ちょっと今回のフィールドは分からんな。あー、32位か。冬の遺跡で取れるかな。取れたら取りたいな、きっと。で、センターバックにコンバートしてやろうかな。なんかセンターバックもアンカーと能力変わらんみたいやから、全然使えるな。よし、じゃあやっていきまーす。やばい。おお。全然こんなこんことある?あ、来たわ。お、あ、マジか。ちょっと、切り替えが遅かった。おーっと、マジ?さっきさ、左肘思いっきりさ打ってさ、すんごい痛いの今。ちょっと段差から降りるときにさ、勢い余ってさ、あ、いけるわと思ったらさ、思いっきり肘打ってさびっくりしたわ。
ったっつって。あー惜しいな。なんか絶対こっちに来るんやけど、あ、ハンドか。いやもうめっちゃ肘痛いのよ。晴れるかな。めっちゃ打ったのよ、ほんま。パコーンって言うで。いけるいける、オッケー。ちょっと危なっかしいけど。Daniel Sturridge. Spot on with that tackle. Hog. 危ない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 危なかった今。危ない危ない。いやーやっぱりちょっとね、控えが多いからやっぱ予想通り連携面が、てかポジショニングがちょっと悪いな。あとキャプテンがね、いつも出てるシュトロブルなんですけど、今回出てないからクックがオープンでやってるから、その辺も影響してる感じがするな。やっぱちょっとどことなくスピード不足感があるんですよね、攻めるときにね。いやー、ずれたな。これはちょっと1点が遠いし、なんか失点しそうな感じがして、ちょっと嫌ですね。失点してしまったら多分もう勝てない気がするな。それぐらい今ちょっとね、あまりよろしくないですね。なんか変に慌ててるというか。慌ててるつもりもないんやけど、慌てちゃってるんですよね。Things have changed at Craven Cottage. Let's get the news from Alex Scott. It's a goal for Reading. It's now 1-0 with only 20. Is this the moment? 出てるもんな。いやーもったいないな。でも多分今チョリッチがシュートしても止められてんじゃねえかな。ベルバトフということで。完全にベルバトフやん。ああそうか、ゴールキーパーはブラックマンか。あ、やっべ。さすがに挟まれたきついな。いやーちょっと出しどころが。うわ、外したか、マジか、外しちゃうんか、それを。いやー、動き出しも良かったんやけど、シュートが最後、ちょっとボレーっていうのがダメだったかな、これ。あ、そういえば、オルコットをトップにしようっていう話をしたな。全然見なかったわ。試合終わってみよう。どれぐらいなんだろう。結構かかるかな。
てか、ウォルコットって決定力どれぐらいな？67か。プラス2やから、まあ、ほぼ70ぐらい。なるほどな。いやー、これ全然選手が出ていかへんから。出しどころがマジでない。Brilliant work to keep that one in play. Well, real difficulty keeping the ball. いけるかな、カウンター。カウンターいけるかな。A tight and cagey game without enough goal mouth action. Both teams need to get more players forward if they're to pose a real threat. いやー、ちょっと、おお、マジか。Referee has decided that two additional minutes are in order. Carol Aiting. Well, not quite what he wanted to do with the ball. いいね。くそ。ああ、前半終わっちゃった。いやー、これは1点が遠いぞ。Your impressions of the visitors so far, Stuart. いやー、ハダースフィールドが。いいっていうのもあるだろうけど、うちが全然攻めれてないっていうのもうまく噛み合っちゃって。はい、じゃあ後半やっていきます。いやー、うまく噛み合っちゃってるな。ボールは取れるんやけどな。あ、いける。うわ、くっそ、体寄せられたから。シュートか。シュート体勢が悪かった。やばい、逆に。やばい。おお、コーナーか。いやー、このコーナーは怖いぞ。しのいだけど。選手交代をちょっと考えないとまずそう。ああ、サイドチェンジが全くないな。真ん中で勝負しすぎてるな。広げてあげないと入っていけないな、サイドチェンジして。おお、いいよ、いいボール。ああ、ちょっとクロスの精度が悪かった。あと選手がいなかった。クロスの精度で選手がいなかったのが痛かったな、今。オープン。おお、取るんかい。ナイス。サンフィールド。Chorich has it.And they deal with the threat this time. Yabai. Now counter-attacking possibilities here.
Passing it around, looking for the goal that would put them ahead. 助かった。危なかった今。ああ、くそ。選手交代しよう。あまりにもちょっと、これは流れが悪すぎる。そうですね。オルコットに変えて、シキーニを入れますか。これちょっとサイドチェンジしときましょうかね。いやー、こっちの方がいいかな。うわー、微妙だな。難しいな、これ。で、もう一枚。フィールドに帰ってビドストルップ入れますか。うう、止めた。キーパーナイス。さあ選手交代ですよ。これ流れがどっちに変わるかですね。ハダースフィールドに変わるのか、こっちに変わるのか。うん、惜しい。入りそうだったのに今な。Well, they so nearly took the lead there. They just have to keep creating these opportunities, and I'm sure the goal will come. Moving the ball effectively, looking for the right moment. うわ、浮いたか、くそ。マジか、ほんまに1点遠いやん。いいクロスだったけどな。I think we better send it over to Alex Scott because Alex, I believe there's been a goal at the Kyan Prince Foundation Stadium. It's a second goal for Queen's Park Rangers. No one was marking him. He had too much time and it was a simple finish in the end. It's now 2-1 with 76 minutes played. Many thanks as ever, Alex. And crossed in the direction of the back post. 今のクリアはどうなんだろう。Nothing untoward happened. Choric. ビドストルップがどこまで持っていくか。And the search goes on for a winner. Time is tight. That's a nice looking ball. Well cleared away. あ、オッケーオッケー。ちょっとこれはスターリッチ変えましょう。スターリッチ、これはちょっとこの試合じゃないですね。いや、あえてシキーのトップに入れて、いやー、4下がるんか、それはダメだな。こうかな。じゃあ、スターリッチ入れましょう。いやー、サーリッチが点決めてくれたらいいんですけどね。引き分けなんていうそんな面白くない試合はいらん。勝つか負けるかでいい。動画だったらな。Well, time is running out to get this winner, but the fans certainly believe it's coming. Just listen to the noise. What a fantastic finish we could have here. And a scoring update for you from Craven Cottage. Here's Alex. Yep, it's a goal for Reading.おお、マジそんなに跳ねる。Thanks as always to Alex Scott. And given the situation, a goal at this stage might well turn out to be a winner.
We've had the official word. There will be a minimum of two added minutes. どうかな、どうかな。ああ、真正面だったか。ああ、しおっちゃった。やっぱり 0-0 か。なんかそんな気はしたんよな、試合開始から。Well, Derek, I've certainly seen better games, but I thought both teams defended really well at times. But the lack of attacking quality. いや、本当1点遠かったな。Really disappointing game. はい、ね、まあ引き分けちゃいましたね。引き分けちゃいました。いやーねー、1点が本当遠い試合っていうのはあるんですけど。なんかもう思った通りになっちゃって嫌だなっていうね。嫌だわ、予想が当たるわ、嫌だわ、ほんと嫌。こんな予想はね、当たらんでいいんですよ。わあ、今度 QPR が来てるやん。すごいな、今回。今回のキャリアは意外なチームが本当に上位に来ますね。ウエストブロムなんて16位ですし、ブラックバーンも19位でしょう。ミドルスブラも18位とかやし、シェフィールドも13位でしょう。いやー、これはちょっと面白いリーグ戦になってるんじゃないですか。うん。いやー、痛かったな。負けたのは痛かったな。あ、負けたじゃない。引き分けたのは痛かったな。もう負けた気分でいるわ、引き分けが。はい、じゃあ、今回はこれぐらいで終わりますかね。スコアレスドローか。ねえ。惜しいシーンもあったんですけどね。点が遠かったなっていう試合だな。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。